すれ違いだったらすみません。数年前に私は不思議な体験をしました。家族旅行でキャンプに行った時、弟と二人でキャンプ場から少し離れた林の奥で遊んでいると、いつの間にか弟とはぐれてしまい、慌てて探しに行こうと辺りを見渡すと、真っ赤な一輪の花が視界に入りました。私は花にあまり詳しくないので、何の花かは正直わからなかったのですが、その花を見た瞬間に頭の中に記憶のようなものが一気に流れてきたのです。その記憶というのは生まれてくる直前のことみたいでした。私は小さな子供で、雲の上の子供がたくさんいる町に住んでいるようでした。いつも隣にいる男の子がいたのですが、直感で弟だと分かりました。大人のような人に、もうすぐあっちに行くんだよ、だから準備しなさいと言われ、お母さんを誰にするかを決めました。男の子も私と同じお母さんがいいと言ったので、じゃあ先に行くねと告げました。真っ暗なトンネルみたいな穴の前に子供たちが並んでいて、そこで記憶を消すみたいです。私は記憶を消すのが嫌だとダダをこねた覚えがあります。私はそのままトンネルの中に飛び込みました。断片的にしか覚えていないので、完璧には分かりませんが、これは前世ではなくあの世だと思います。後に弟と合流し、父と母にこのことを話しても信じてもらえませんでした。あの真っ赤な花が何なのか、何か関係しているのか、今でも謎です。気になっていろいろ調べてみると、小さな頃に私のような記憶がある子供が結構いるみたいです。でもそれは6歳くらいまでしか覚えていないみたいなのです。大人になっても覚えている人もいるみたいですが、私は小さな頃は覚えておらず、中学生で思い出したので、それも不思議で仕方がありません。これは一体何だったのでしょうか。